はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安田でございます。白血病と予防生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ですね、これをすれば2倍痩せることができるかもしれないという情報を聞いたのでね、実践しております。それはね、食べたものを記録するということです。これはね、メンタリストの大吾さんがね、お話しされてたんですけども、これに関しての書籍も出版されていますけどもね、海外のね、大学の研究でですね、約1600人のモデルを対象にした実験で、とね、いうふうな語り口をね、喋ったんですけども、その、1600人の半分は、食べ方、痩せるトレー、食べ方と痩せるトレーニングを指導して実践してもらって、で残りの半分は、食べたものを記録するを実践してもらうという実験でした。その結果ね、食べたものを記録するこっちのチームの方がね、食べ方、痩せるトレーニングチームよりも、2倍痩せたという結果が出たみたいです。そんな話聞いたら、やるしかないやろって、ね、やる気が出てきて、実践することになりました。まだね、初めて2日目なんですけども、朝昼晩の食べたものをね、メモとかノートに書き留めることがね、いいみたいですね。僕の場合はね、スマホで写真をこうピシッと撮って残すようにしてます。アプリでね、その写真撮ったやつの下に日付をね、書いて保存するようにしてます。そのいつものね、血圧計と体重計か、ね、それを写真も測って撮って、スマホに残しといてね、病院に行った時にね、その看護師さんにね、見せて確認してもらってるんで、それのね、延長になってるんで、全然難しくは感じてません。その毎日写真撮ってね、保存を繰り返しているので、毎日見るようにしてます、ちゃんとね。しかしね、血圧計やね、体重計といったね、写真はね、数字の画像なんですよ。で、それはね、測定した結果にしか過ぎません。測定した結果になるまでの、その肝心なプロセスも記録してないと、なぜそうなって、そういった結果になったのかがね、分かりづらくなるらしいので、そのプロセスを目で見て分かるように何かしらで保存しておけば、より意識できますよっていうね、お話でございます。これはですね、僕の場合はですね、今は体のためにやってることですけども、他にも活用できるようですね。例えば、学生さんならね、自分が勉強したところを、そうね、ここまで、記録していれば、今日はどこまで勉強したかとかね、例えば本を読む人ならば、今日はここまで読んだとか、仕事で活用する場合ならばですね、今日は仕事でこんな成果があったとかね、このようにね、言ってしまえば日記ですよね。もっとわかりやすく言うと、病院の先生が書くカルテですよ。この患者さんは、こんな症状で、こんな視診、問診、触診をして、こんなお薬を処方して、こんな処置をしたとか、そういったのをね、先生はカルテに残しますね。我々美容師もそうです。このお客様にはね、こんなカットでは、こんなスタイルで、カラーは、パーマは、こんな薬剤を順番で使って、で、そうすればね、患者さん、お客様もそうですけども、その状態で、いかお家に帰られて、次回ね、来られた時には、前回からどのようになったかっていうのを、こうね、より理解することができます。話は戻しますけども、このようにね、過去を振り返ることで、自分がどんなプロセスでですね、今の状態になったかっていうのを把握することでね、脳科学的にはね、この変化に対して、こう、強く意識できるようになるらしいですね。やはり、意識が大事なんでしょうね。意識するにしてもね、意識するきっかけが強いほど、その後の行動にもね、今までと違った別の、さらなる変化が加わるみたいなので、より望ましい結果につながるみたいなのでね、このままね、写真、ご飯の写真をね、撮って、自分の意識をね、高めていこうと思います。
っていうかね、まあ、この血圧、体重、食事、まあ、これらを記憶することっていうのはですね、病院からの指導でね、よく聞く話ですよね。まあ、これまで話した記録するという話もですね、まあ、こう思い返したらですよ、まあ、子供の頃から、まあ、例えば親とか、学校の先生とか、まあ、部活の先輩、まあ、大人になったらね、職場の上司に言われたことです。しっかりね、自分のやったことを記録しとくんやでってね。でもそれがね、この年になって、この年齢になって、やっとその大切さに気づくなんてね、まあ、なんて情けないことなんでしょう。まあでもね、過去にこう担当させてもらったね、お客様からですよ。ヤス君よ、思い立ったら吉日やでと。ね、そういう素敵な言葉にね、心が救われるところがありますので、まあ、くよくよせずにね、続けていきます。今日は以上です。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思われましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。